ごちそうさま。ごちそうさま。食器は私が洗っておくから、そのままで大丈夫だよ。わかった。ありがとう。あ、真冬、もう学校に行く？時間があるなら聞きたいことがあるんだけど。聞きたいこと？今度のホワイトデーにお世話になってる人にお返しをしたいなって思ってるんだけど、何を贈ろうか迷ってて。真冬はどういうものを贈るか考えてる？私はお店に売ってるお菓子を買うつもり。この時期ならどこもホワイトデーのフェアをやってるから。そっか、どこのお店で買うの？まだ決めてない。その時人気のお店とか目についたお店で買うと思う。なるほど、ありがとう、参考になった。うん。市販品を送るか、みんなそうしてるのかな。前に望月さんたちとアロマキャンドルを作った時みたいに手作りにしてもいいと思うけど、私一人で何かを作る自信ないし、今はみんなで集まって作業するのも難しいよね。それならやっぱりお店で売ってるものがいいのかな。でもいらないものを渡されても困るだろうし、ちゃんと喜んでもらえるものがいいな。よし、みんなに何が欲しいか聞いてみよう。